ウディ・ハーマン、ウッディ・ハーマン、本名、ウッド・ロー・チャールズ・トーマス・ハーマン、1913年5月16日から1987年10月29日は、アメリカ合衆国のクラリネット奏者、サクソフォーン奏者、歌手。1930年代から1940年代にかけて、ビッグバンドのバンドリーダーとしても活躍し、そのバンドは、ザ・ハード・ムレの意味と称された。 最盛期のバンドから多くの優れたジャズミュージシャンを輩出した功績は特筆される。ウィスコンシン州ミルホーキー生まれ。幼い頃はボードビルの舞台に歌手として立ち、15歳には早くもサクソフォーンのプロ演奏家として活動を始める。1936年、所属していたアイシャム・ジョーンズのバンドを引き継ぎ、ウディ・ハーマン・オーケストラとして活動を始める。 当初はデューク・エリントン楽団やカウント・ベーシー楽団の影響を色濃く反映しており、スウィング・ジャズを基調としたブルース曲を多く演じていた。アイシャム・ジョーンズ楽団のメンバーをそのまま引き継いだ。ハーマンは不安定なビッグバンド、運営に経営的手法を取り入れて安定させることを目論んだ。彼はジャズ史上で初めて株式会社組織のビッグバンドを設立したことで知られる。 さらに、売れる、バンド運営には大衆を振り向かせる、バンドカラーとしての突出したコンセプトが、必要、と考えた。当時のアメリカ社会では、ベニーグッドマン楽団の商業的大成功による、白人ビッグバンドが、大ブームとなりつつあったが、いずれの楽団もブルースを盛んに演奏したり、敬愛する偉大な黒人奏者を招聘していながら、実際の商業的レコード販売方針や公の、 コンサート会場では黒人奏者をやむなく排除していた。ハーマンはここに着目してオール白人バンドながら黒人色を意識した露骨なブルースバンドというコンセプトをまとうことにより旧アイシャム・ジョーンズ楽団そのままのメンバーで新生株式会社ウディ・ハーマン楽団を売れる楽団になるよう経営改革していった。これがハーマン楽団旗揚げ時のブルースバンド時代である。 この初期からザ・ハードとしての原型は見られたとする批評家もあるが一般には1944年以降のコロンビアレコードとの契約以後活動を指してファーストハードと呼ばれているこの頃のウディ・ハーマン楽団のスイングのリズムにビバップを組み合わせたそのサウンドは賞賛を受けたハーマンは指揮や演奏の傍らバンドのシンガーとしても活躍している 1945年2月には後にウエストコースとジャズの名だたるプレイヤーとなる若手ミュージシャンたちが集い強力な陣容が固められた。1946年にはリズムブルース界の人気歌手であるルイ・ジョーダンを迎えてカルドニアをレコーディング。バンドマンとして絶頂期を迎える。ハーマン楽団のトレードマークであるハードとは直訳すると 動物の群れを意味する。モダンジャズ期以降、ウディハーマン楽団はメンバー入れ替えやバンドコンセプト変更に伴い様々な名称を冠したハードを名乗ることになる。ジャズ史的には常実の通りビバップコンセプトのファーストハードとクールジャズコンセプトのセカンドハードが最重要とされる。ジャズ界全体の演奏コンセプトとして バップがすっかり一般化してしまった1950年代になると、ファーストハードとセカンドハードの楽曲を踏襲しつつ、新コンセプトのサードハードまでがハーマン楽団の最盛期とされる。それ以降は、雷鳴のごとく、生きり立ったファーストハード時代を解雇したサンダリングハード、若手メンバーに、そう入れ替えしたヤングサンダリングハードなど、様々なハードの名称を転々とした。 そのハード解消の多さは、ハーマン本人曰く、自分でも一体いくつのハードがあったのか、わからないと冗談めかして人を笑わせたほどであった。日本で、このハードをバンド名に取り入れたのが、宮間敏之とニューハードである。第一次バンドは、ウディのキャリアにおいて経営的には唯一成功したと、されているが、この年、妻のアルコール依存症。 薬物依存症に対するケアに専念するためにバンドを解散せざるを得なかった。この時、かつてハンフリー・ボガートとローレン・バコールが住んでいたハリウッドの家に移り住んでいる。1947年、セカンド・ハードと呼ばれる第2期ウディハーマン楽団を結成。この時のサックスセクションを全面的にフィーチャーしたフォーブラザース。 1947年12月27日発表の大ヒットにより、この時のバンドは別名、ホーブラザースバンドとも呼ばれている。また、バンドのアレンジャーでピアニストでもあるアルフ・バーンズが作曲した組曲、サマー・シークエンス中の一曲で、ゲッツのソロをフィーチャーしたバラードナンバー、アーリー・オータムは美しい曲調で1948年に大ヒットし、 フォーブラザーズと並ぶハーマンが下段セカンド、ハードの代表曲となった。1950年代以後は、時流の変化で、ビッグバンドの経営自体が困難になり、バンドの主力であった有力ミュージシャンの多くが、ソロ活動のため独立していったことや、マッタジャズ界での主流が、スモールコンボに移行したために活動はやや低調になっていくが、ウディは幾度かの中断を経ながらも、 ビッグバンドでの活動継続を図った。この頃の共演者になったアダレー、エディ・コスタ、チャーリー・バードがいる。1960年代にはロックの影響を受け、エレクトリックピアノやエレクトリックベースをリズムセクションに加え、ブラスロック色の強い作品を発表。他にもファゴットやオーボエ、フレンチホルンなど通常ジャズで用いられない楽器を加えた作品を発表している。 過去の彼の音楽性を振り返ると、珍しい楽器を全面に押し出す方針は、最も初期のブルースバンド時代から邦画が見られ、1930年代は、フリューゲルホルンを盛んにフィーチャーしていた。また、セカンドハード旗上げのコンセプトは、ジャズのスタイル上はクールであるが、編曲技術的には、テナーサックスをリードとすることで斬新な、珍しいビッグバンドスタイル体現していた。 1987年10月29日死去。晩年は1960年代に作ってしまった税法上の追徴金返済のためにギリギリまで活動を続けていたという、ありがとうございます。